柑橘系の巻レモンちゃん7歳奇跡の奇跡。さあレモンちゃん、こんにちは。こんにちは。はい、今日は何の動画ですか？うん、学校で解体を紹介していきます。やったー。え、去年ですね。去年終業式が終了、終業式っていうか終業式が終わってで、1年間ですか、夏休み終わってから2学期に描いた絵を持って帰ってきたんですね。はい。さあ、しかも今回その中で最後に見せてくれる絵はなんと、千葉日報の検定の、子供検定の佳作です。おめでとう。さあ、絵本に載った子もいるんだ。絵本に載った子がいる。うん、絵が絵本に載るの。すっげえ。あ、それは、佳作の上か。優秀賞、特選とかそういうことが。いや、それより上と。それより上、絵本に載る、すごいな。なんかクラスに一人でもないの、すごいな。うん、あ、全国、千葉のなんかその千葉県で一人とかそういうことか。いや、それはさすがにないの。あ、まあでも千葉県で10人ぐらいじゃん。おお。なんか本に載って、なんか、そんな感じです。うわ、まあでも佳作でもすごいよな。でもそれ一番最後に見せていただくとして、まずトップバッターどれでしょうか。じゃーん。うお、なんだこれは、すごいぞ。ちょっと鯉のぼり。やった、すげえ。ちょっとこれ、それこれも佳作に入りそうな、すごいなんか芸術感じるんですけど。まずこの鯉のぼりの口にこんなの絵が描いてあります。ハムスターと花火、なるほど。これ鯉のぼりをこうなんていうの、目やね、これ目で前から見た感じ、はい、すごい。この次、この子がね、の口の中が、あたたたた、さくらんぼとかがあって、あ、これこれこれさくらんぼね。そう、これが星とか描いた。うわー、いいですね。で、この下が、家で、お姉ちゃん、ママ、で、レモンちゃんどこ？レモン。ごめんなさい。レモン切れてるんだけど、ま、ああ、それ、あ、レモンな、これレモン。で、さかちゃんは、書き忘れてた。また出た、頼む。パパを書き忘れるという。あんな、パパ、その、鯉のぼり、その、一番大きい鯉のぼりがパパということでよろしかったでしょう。一番ちっちゃい鯉のぼり、それでもええわ、それでもええ。中宝石やからね。ね、キラキラ光っておりますが。あんな、さかちゃん、その、一番小さい鯉のぼりが、パパということで。じゃあ、ママ、あまなちゃんと、たかちゃん。ああ、ほんなレモンちゃんはいいひんや。まあいいわ、いいわ。レモンはここにいる、あ、そうしよう、そうしよう。それが一番いいや。できれば、パパ一番でかいやつが良かったですけどね。まあまあ、でも素晴らしいですね。ちょっとそのね、あの、鯉のぼりの口の中の、あれとどうやって描いたんそれ。黒を塗って、まず。いや、まず、あの、鯉のぼり描いて、その後、口の中に、虹色で好きな色を塗ります。ハートの色で、こうやって塗ってもいい、よくて、レモンはこうやって一個一個塗っていって、それで上から黒を塗ります。そしたら、下の削ったら黒が削られて、下の虹色が出てくる。なるほど、そういう手法なんですね。すごい、虹色動画にぴったりやん、それ。下に虹色で塗っといて、上に黒をやって、その黒を削って、さくらんぼとかをこう出していくんですね。削り出しみたいに。すごいな。下を濃くしたらもっと出るんだけど、でもそんなこと分かってなくて、ちょっと薄く。いや、それ十分いいですよ。すごい素敵。さあ、続きまして何でしょうか。鯉のぼりと空の散歩っていう題名。あ、題名もあるんですね。鯉のぼりと空の散歩、それ自分で考えた？すごい素敵な題名。ちょっと今度、もうちょっと大人になってからでもいいですけど、曲の歌詞とか考えてくださいよ。いけそう、レモンちゃん。それはちょっと難しい？で、また、あ、次の、これも、むっちゃすごい。朝顔。さあ、そんなタイトルをお願いします。朝顔に水やり。おー。そんな考えられなかった。いや、でも、絵がすごい上手。
じゃん。この色の表現むっちゃうまいやん。教えてもらったよ。すごいな。ちゃんとその、本場の双葉から本場の漢字のあの葉脈の漢字がすごく上手に書けてる、葉っぱの線。ソフトクリーム。ソフトあつぼみ。すごいな。先生に書き方教えてもらったね。いろいろ習ってきてるんですね。で、これがレモン。おお、なんか手に持ってるのはなんだい？ミルクみたいだけど水やりのする。ああ、そういう水やりのボトルみたいなんであげたんですね、水を。うん。これは小学校で育てたんですか？そう、朝顔。おお、あ、なんか持って帰ってきてるな、そういえば夏休み。そう。夏休み前に持って帰ってきたやったっけ？あの球根を植えた。球根？朝顔をぶち破いて。うん。あの土とか捨ててぶち破いて、おお、ぶ引っこ抜いて、土を入れて、球根を入れて、また土をかぶせてってやった。ということは、それはもしかしてチューリップですか？いや、なんやろ。分かんない。ヒヤシンス。ヒヤシンス。幼稚園でも育てた。ヒヤシンス。紫とピンクにした。おお、それも楽しみですね。紫あと一つやった。おお、そうかそうか。紫。ギリギリです。あ、紫好きやもんね。紫とピンクと水色が好きなの、薄紫が好きで、水色とピンクを、合わせたらちょうど薄紫になる。なるね。ほんでまたこれ3学期終わって1年生の最後にまたそういうのもまとめてお絵かきとかするかもしれないし、作品ね、楽しみに待っております。なんかこれは、水を最初に水だけ塗ってから、トントントンって水をで混ぜてない絵の具を塗ったの。あ、筆で塗ったんじゃないんですね。まあ筆で塗ったとは言うかもしれない。けど水をまずやっといて、そこに絵の具を落として自然にわーって広がる感じをじゅわーじゅわーって、ちょっとすごいいい先生に習ってますね。そういういろんな技法を教えてくれるんですね、先生が。多分みんな教えてくれてる。もうでもね、それを使ってあと自分のセンスでこう組み立てていくわけですから、お見事でございました。で、次は、ね、折り紙に入ります、じゃん、はい、うわー、クリスマス折り紙の先生が来てくれました。おー、道理で、だってすごくなんていうの、手の込んだ折り方ですもんね。その、いや、そんな、だってその炭治郎の市松模様っていうの、そういう切り返し、緑と白の、そんなんどうやって折るのか、たかちゃん全くわかりません。もう覚えてやん。すごい、最近だってレモンちゃん折り紙ハマってますもんね。うん、めっちゃ折って。なんか YouTube でチャンネルあるんですね、バーバーちゃん。でもそれはもう YouTube であるチャンネルでしょ。うん、いろいろね、折ってるね、そのチャンネルで今さらに勉強してるわけですね。うん、そのきっかけとなったのがこの折り紙教室、学校でやった、教えてもらった折り紙教室ですか。そう。あー、すごい素敵。1つ、2つ、3つ、4つ、で、4枚の折り紙を使ってやりました。その中に描いてる絵は自分で描いたんですか？リボンとか、リースとか。これとこの雪だるまの目は自分だけど、なんか折り紙の先生がこれと、これとこれと、この雪だるまをとシールをとベルをくれたから、それを貼ったの。おー、そのプレゼントとリース、うまいこと間ねつけてより豪華になりましたね。そのちなみにそのプレゼントの箱には何が入ってるんですか、イメージ的には。おもちゃかな。おもちゃね、いいね、おもちゃ、ハッピー。はい、それでは最後、さあいよいよその、子供検定の佳作に入った芸術的一品お願いします。まずタイトルは？うさぎと鬼ごっこ。すごいいいタイトル、うさぎと鬼ごっこ。さあどんな作品なんでしょうか。じゃん、出たー、すごい迫力満点。これは確かにちょっと今の鯉のぼり朝顔も良かったですけども、迫力がぐんと上がりましたね。すごい、何これ。しかもそのこいのぼりの時に使ってた手法、その丸いポンポンっていうハンコみたいなのあるでしょ、それも使ってるんですね。キャップをね、
に、うん、周りに、うん、あの絵の具を塗ってペタってやるのはそんなつかなくて、うん、なんか、絵の、キャップをこうここにこうやって周りに絵の具は、うん、でも思ったそんなつかなくて、ね、いやでもそれはいい味出てますよ。これはシャボン玉みたい。もう枠です。うーん、なんか枠つけて、鬼は今誰、あその女の子誰、レモン。レモンが鬼になって、あレモンが鬼でこのウサギさん追いかけてるんですね。うん、この子がでっかいウサギで、うん、子供ではないけど、うん、遠くに離れたウサギが、うん、1人、2人、うん、3人、うん、3人、4人って言います。だってウサギさんって足早いのに、それをもうレモンちゃんがもう捕まえる、もうそれタッチしてんの、捕まえるか捕まえれへんかでウサギがバーンって逃げてる感じですよ。なんか、うん、こうやって行こうとして、うん、ウサギがこう言ってビョーンって飛び出た感じ捕まりたくないよーってうわすごいいい感じになってる。そのなんか顔が表情がなんか後ろのウサギはなんか目が点でなんかそうイラストっぽいんですけど、これなんか人間みたいな顔ですごい迫力ある。なんかこっちを見てんの、うん、わーってすごい、これはすごい。こういう耳と体のここは自分で描いてきた、ここはなんか先生が折り紙、うん、いや紙を切って出してくれたから、うん、すると顔をねこうやってなぞって、うん、押しとやりました。あ、なんかその肩があんの、肩を先生が作ってくれました。あ、そうなんですね。それを切って、うん、クレヨンでなぞって絵の具で塗りました、うん、なるほど。水をつけないでやりました。クレヨンは、絵の具に弾くけど、うん、水をつけない、つけてない、うん、絵の具には負けてしまいます、うん、多分そうだと思う。でも時々少しは浮かび上がってくるとは思う。絵の具とクレヨンを2種類使ってるんですね。そうな、だからなんかこう深みのある色合いになってるんですね。後ろの緑のなんかその色がなんかふわってなってるのがすごい。ローラー、ローあまた筆じゃないねや。うん、あのローラーをどんどんやって、うん、キュッ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 って乾かして、うん、あの乾かしたら、うん、上にどんどんクレヨンとかで塗っていった。すごい。うさぎと鬼ごっこってタイトル？うん。うん。な、さあ、ありがとう。いや、もうや、すごすぎる。すばらしい、さすがですね。最後、そしたら、その、うさぎと鬼ごっこで、レモンちゃんの笑顔で、お別れしましょう。全部入ってる？そこに。ちょっと引きで。入った？あ、レモンの顔も？うん。はい。はい、それでは、また会いましょう。さよなら。しばー。素敵なアート。元気に戻ってきてくれた時は嬉しかったけど、君はますます強かったな。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが親子の力を借り一致団結して大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでのアクセクトの日々をお届けしております。音楽、陸上、介護予防、運動神経向上、筋トレ、自然、そしてダウン、リズミカルガス、みんなで楽しみましょう。はい。